あれが魔王の城か。やっとここまで来た。ここを抜ければすぐだ。ええ、でも気をつけてフィット。ここには魔王の副官ゲルグがいる。それにどんな罠が隠されているかわからない。そうか、とうとう魔王の喉元まで詰め寄ったな。これからが正念場だぞ。ミュウ、ミュウ。マスター、大きくなりました。なんだよプリム、突然。私がマスターを初めて見たの、15年前の争いの中。戦いを避けて森に逃げ込む親子がきっかけです。体を負傷しながら必死に子供を守る父を、動くことがやっとの体が、子供を抱えて走って走って、どこまでも走る。私はその親子に惹かれて、ずっとそばで見守ってきました。その時、もっと私に力があれば。そう。マスター、私に力がなかったばかりに、すみません。そんなことはないよ、プリム。プリムには感謝してる。プリムにあの時出会わなかったら俺、ただの泣き虫になっていたかもしれない。こうしていられるのもプリムが俺にカツを入れてくれたおかげ。ありマスター。そ、シュラにもいろんなことをさ、精霊との契約の大切さ、精霊とマスターの関係、炎のように激しい情熱の火の精霊種。そうだな。あの頃は人間との契約なんて思いもよらなかった。でも私はマスターについてきてよかったと思って。ありがとうし。いつもシュラと喧嘩ばかりしてるけど、本当はとっても仲間思いで優しい性、時には強く、時には優しい。水の柔軟性を持つ水の性。マスター、そんな風に私のことを思っていてくださったなんて。シルク、内気な性格だけど真の強い、何者も恐れない。出会った時はあの大風にびっくりしたけど、今は優しい風がいつも周りに吹いてる。風の精霊し。マスター、私嬉しいです。そして最後に知り合った地の精霊が、いつも冷静で物知り、時々失敗もするけどとっても頼りになる精霊。マスター私はいつもマスターと共にやります。みんなのおかげで俺はここにこうして、ありがとう。マスター、すごく邪悪な気配です。近いで。とうとうここまで来たか、人間も。ベタなマゾ。だが、この先何かせん。
まあ言っても無駄だがな。魔王様に人間風情がかなうはずもない。魔王様のお手を煩わせることもない。ゲレンさん、お前らを葬ってくれる。行け魔獣ども、みんな来るぞ。戦闘準備だ。
マスターには世話になっちゃったわね。ごめんなさい。あんまり足を引っ張らないでくれよ。わかったわ。今度から気をつけるわ。マスターには世話になってばかりだな。すいません。そうだな、次は助けてもらうよ。わかったよマスター。今度は気をつける。マスター、私のこと助けてくれたんですね。ありがとうございます。勝手な行動するなよ。わかりました。今度は気をつけますから。本来なら私がマスターをお助けするはずだったんですが、逆になってしまい。そうだな、次は助けてもらうよ。はい、次からは尽力を尽くし。でも蘇ることができるんだからな。
お前たちが蘇ることはもう。俺たちはこれからその魔王を倒しに行くのだからな。無駄だ。人間の時に魔王様が破れるはずはない。まあせいぜいあがいてみることだな。魔王の空間の最後、よし、いよいよ魔王の城に乗り込むぞ。これが最後の戦いだ。もう後戻りは許されない。みんな準備はいい？ええ、いつでもいいわ。フィッ、みんなはどう？はい、いつでも結構。マスター、レナ、指示をお願いします。ああ、いいぜ、この気力の高まり。マスター、絶好調だ。いいです、魔王を倒しに参ります。私も大丈夫、いつでもどうぞ。みんな気を引き締め。ミュウミュウ。